7番の小泉一馬であります。私から福祉環境委員会委員長報告に質疑させていただきます。平成28年度、千曲衛生施設組合一般会計予算において、一般質問で明らかにしましたとおり、議会費、食料費から7万3850円が組合議員の飲食費に支出され、本市議会選出組合議員もこれへの関与の可能性が濃厚となっているところであります。本件は信濃毎日新聞、朝日新聞、中日新聞の少なくとも3紙がそれぞれ2段、5段、5段の私腹を割いて、議員に批判的な記事を掲載すると、高い社会的な関心が特に持たれているところであります。これに関し、理事者から何らかの説明、発言があれば、その内容についてお示しください。福祉環境委員会委員長、若林翔議員。小泉一馬議員の質問にお答えします。環境部の委員会審査の冒頭挨拶におきまして、環境部長から、千曲衛生施設組合の食料費の支出について、市民及び議員に対して、多大なご迷惑をおかけしたとのお詫びがございました。さらに、組合構成自治体の一員として、千曲市、榊町とともに、今回の指摘を踏まえて、改めて適切な予算編成と、予算執行に努めていくとの説明がございました。質疑させていただきます。今ほど理事者の方から市民それから議員に対して多大なご迷惑をおかけしたというお詫びの言葉があったということでございます。ですがこれもちろんね、支出自体は好ましくないものではあるんでしょうが、その責任は一人行政のみにおいてあるのではなく、もちろん議会議員においてもあるのであります。福祉環境委員会委員長、若林翔氏は、当該支出のあった28年10月時点において、千曲衛生支出組合議長を務められておられたというふうに伺っております。また、ほかにも福祉環境委員会には、この時期、委員を務められていた方がいらっしゃいます。複数の委員が在籍されており、これに関しまして、議会のこの件についての関与が、委員の間から何らかの発言があったものかどうか、それについて、どのような釈明なり、お詫びの言葉なりがあったのかについて伺いたいと思います。お答えします。いずれにしましても、本件に関しましては、所管事項調査におきましても、委員からの質疑などは出されませんでしたことを報告し、質問のお答えといたします。